皆さんこんにちは。今回は螺旋が更新されたので攻略動画ですね。クリアするのに8時間かかりました。理不尽押し付けゲーすぎる。というのはさておき、12位置だけ編成が違います。星4編成で投資はほぼ無理です。3秒くらい足らない時ありましたが、勘弁してほしい。それでは、12位置だけ別撮り。前半は幼魚激化編成と後半はナショナル系編成です。正直前半は何でもいいです。勝手に中心に敵が集まってくるので、フクロースを入れてはいますが、いなくても全然対応がしやすいです。ロエイチの聖母マリアみたいなオバンがいますが、召喚物倒せばダメージが通しやすくなります。本体よりも魔法陣の炎攻撃がだるいので、まとめて倒しつつも優先したいですね。周りのガチムチはカフカ起こしてくるだけなので、凍結トリオよりは全然マシです。で、12位置前半にはこの後氷アビスの使徒が出てくるんですが、正直罠です。境界化編成被災地でも、月下でも全然やれます。もちろん炎で削ると早い気がしましたが、1分半程度を目指しているならば、余裕です。ちなみに、サギの境界化編成はちょっとグだったんで、この後の12位と12位をした編成ではちょっと12位はやりづらいです。氷アビスの名物はスタミナ減少攻撃なんですが、すべての攻撃がすんごいゆっくりめです。多分かわすだけなら余裕そうですが、螺旋は TA。あんまりよろけが強い攻撃もないので、回避するというよりもひたすら殴ることを意識がいいと思います。フータオはスタミナ減らされるとだるそうではあるけど、まあ、戦はしないと思います。続いて12位置後半です。この編成だとギリギリ12、3が数秒足りませんでした。ここは前半も後半もだるいです。まとめて倒すのはもちろんなんですが、ベネットを入れている場合は、水の魔法陣がある女双剣使いから倒しましょう。ベネットの炎付着と魔法陣の水ダメージで1万以上、もしかしたら2万近くダメージ狙います。ただ、こいつらに苦戦するようだと多分この後は。はい、そして水アビスが2人出てきました。水アビスは草か氷がほぼ必須です。開花系編成でも激化でもどっちでもいいですが、草も氷と同じくらいゴリゴリ減らせるので、勝利とアルハイゼンやテナリ、カンウとかと合わせれば良さそうですね。アヤカとか凍結編成でもいいと思います。星4で行く場合は、ベネット、シャン、リンロ、サリア、シゲキノとかが安牌かな。ただ、境界化の反応ダメージメインで戦うと12、3が超厳しいので、12、1はこの動画みたいに別編成で、12、2や12、3は別編成を組むことをお勧めします。理由として、このフロアはシールドがあればだいぶ楽になります。ですが、少なくとも12にはシールドあるとシャドウハスクがきついので、運営結構やってるなって感じがします。少し攻略に戻って、こいつら水シールド張った後は暴れ回ったり、水の衝撃波を飛ばしてくるやつは被弾するとスキル CT が伸びます。12位置前半はゴリ押し推奨ですが、12位置後半は、できるだけ衝撃波は避けたいですね。一応衝撃波はこれのことを指しています。かわすのは難しいですが、意識だけはしておきましょう。続いて、12位前半、ここから編成が変わります。前半は、バーバラ、シノブ、コレイ、草主人公の境界化編成。やることは、境界化ですね。バーバラには共感祭礼で、スキルをできるだけループさせます。シノブは金メッキと鉄鉢で10チ盛り、普通のシノブ。草主人公とコレイは適当です。今回は付け替えがめんどいのでどっちも草4付けています。コレイの凸が進んでいるならばコレイは絶縁とかでもいいと思います。まずは、HP が一定水準を下回るとぶっ刺し攻撃してくるので、その後このようにほぼ確定でワープするので、自分と正面の壁の間にマグーを位置取ることが大事です。必ずマグーと壁を挟むように立ち回ってください。これでワープされづらくなります。装備は一応コレイは、サイレイ草4チャージとケイ草コック会心頭。草主人公はセーフ草4チャージとケイ草コック会心頭です。まあ、付着さえしてくれればいいと思います。境界化ダメージに比べればそれくらい生物は適当でもいいです。殴れる時間さえあればこのように螺旋は簡単に進められますね。
今回は強引すぎる対策な気がしますけど。そして後半。とりあえず、シャドウハスクは前半は青い弓持ってるやつから。後半は、旗持ってるやつからやるんですが。装備についていろいろ言いたいので言います。まず、ベネット製風機マジュアタッカービルドです。かなり独自の解釈ですが、殴れる時間がウェネとは非常に少ないです。ですので、個人個人でダメージを出せるように、そして制風をつけて、中途半端にローテーションを回しても爆発が回るようにビルドしました。そう、チャージは乗れば乗るほど良い歯が生きる螺旋だったのです。星を使う場合は知りません。一気に火力を集める編成でも倒しきれるとは思います。ですが、星4編成はそれがほぼ不可能なので、火力を分散させて各々で殴る戦略です。あ、後半の敵を少し解説します。この、ピエゾみたいな岩のシャドウハスクですが、勝手に近寄ってくるので、自分から寄る必要性は低いですね。そして、岩の魔法陣持ちなので勝手に岩と反応して結晶できて、シャドウハスクにシールドを貼らせるという親切設計。ですので、この岩魔法陣は最初から諦めて、最初にシールドを貼る赤い旗持ってるやつから倒します。油断してると岩のやつは見た目通り火力が高いので、油断してると死ねるんですが、油断しなければ、シャドウハスク胸椎でモーションが遅いので、しっかり見てかわすようにしましょう。また、岩の魔法陣ダメージが普通に痛すぎるので、チャージために残すなら、この緑のやつ。岩のやつはシールド貼って突進してくるので、それはマジで回避推奨です。装備解説が中途半端になったので、この後12-3の部分で話します。それでは、問題の12-3前半。最初のゴーレムはさっさと倒しましょう。変にぐだると岩の魔法陣の地響き攻撃で事故ります。一応解説っぽいことをするとすれば、この後のデカチャール2匹ですね。はい、こちらみたいですが、出場時に1回、戦闘中に再び雄たけびをするんですが、突進プレス、突進プレスの合計4回攻撃です。はい、ちょうど今雄たけびました。この後4回連続攻撃してきます。こちらは、元素爆発で回避するか、耐久が低い編成なら素直にかわしましょう。今バーバラの貫突効果が発動した気がしますが、許して、4回連続攻撃の前にこの氷のパックにフラワーが掴んでくるんですが、プレスで攻撃が被弾する直前に解除されます。とりあえず、デカチャールの雄たけび後の行動は注意が必要ですって話でした。それでは、12-3後半。ベネシャンリン聖風、行く足祭礼、奇襲絶現。シャンリンはタヌキで粒子出してる暇がないので、聖風をつける方が安定します。あとは、戦闘してるとウェネトが出てくる場所がなんとなくわかるので、前もって設置系を設置しておきます。ローテーションなんて気にせず、ウェネトが顔を出した時に、その時に出せる全ての火力を毎回ぶつけるイメージです。ちなみにこの扇風機攻撃の後は、必ず近くから顔を出します。なんとなく、2回で1セットくらいの距離感に感じます。戦闘開始後40秒くらい経った後、この問題点しかない拡散ギミックですね。こちら、当たり判定がようわかりません。ウェネト本体にたまに攻撃が遮られて拡散できない時があります。ですが、奇襲の固有テンプの雷反応を起こした時の渦の追撃、結構安定的に壊してくれました。最初は奇襲ではなくロサリアでしていたんですが、判定が異次元すぎて慣れて奇襲にしました。ちょっと動画すぎましたが、セーフ多めにしておくと、急なローテーション揃えにも対応しやすいですね。ベネットがダウンした時のみ、ベネットバフにシャンリンを乗せるように意識します。ということでベネットのまとめですが、自分のしたことは、セーフ多めにというかチャージを過剰にしてでも、とりあえず回すことを最優先した。次にこれは感覚ですが、トライ&エラーで位置取りになれた。今回は8時間かけて収録したので、後半はだいぶ慣れてた気がします。ということで終わり、20秒も残せました。ということで、キャラビルド振り返り。バーバラ、祭礼でスキルループ、共感で熟知配り、回復。忍、超開花起動、第2のヒーラー。コレイ、屈
鎖元素付着薬。祭礼で固有添付含めて、付着頻度を増やす目的。草主人公、コレイと同じ。とりあえず爆発回せればよし。ベネット、短いスキル CT を活かしてウェネトの短時間の顔出しにスキルを刺す。ついでに西風でシャンリンの爆発やフィッシュルの爆発を回す。あと、下手に他の炎アタッカー入れるよりベネットで殴った方が枠圧縮的にも効果抜群。12-1だけ個別にやる人は貫突ベネットだけで氷アビス貫封できるからおすすめ。続いてシャンリン。タヌキの勇姿に期待できないので、西風。とにかく、爆発をいつでも回せる状況を作りやすいことが大事。行く秋、サブアタッカー。何十回とかしてると意外と祭礼発動しないこともあるので。西風でもよかったかも。ただ、瞬間火力が今回大事なので祭礼を使いました。生物は普通に絶縁です。そしてフィッシュルです。締め縄剣闘士だけど、洗顔でもよかったかもしれない。チャージが若干低めかもだけど。まあ、西風二人もいれば。フィッシュル的には回りやすいね。という感じでした。